竹村伸久君、はい、竹村君おはようございます。自由民主党の竹村伸久です。今日は質問の時間を頂戴しまして本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。それでは早速質問に移ります。まずジャパンライフやウィルといったいわゆる悪質な販売予託商法についてお伺いをいたします。これまで本委員会におきましても他の委員から質疑がございました。消費者庁が2009年9月に発足をして以来10年が経過をしましたが、こうした悪質な事案被害者が後を絶たない現状がございます。私は制度や人員に限界があるというふうに思っておりますが、そういった問題意識でご質問をさせていただきます。まずジャパンライフやウィルといったいわゆる悪質な販売予託商法の特徴についてお伺いをいたします。小林審議官お答えいたします。いわゆる販売予託商法とはですね、物品等を販売すると同時に当該物品等を預かり第三者に貸し出す事業等を通じて生じた利益を消費者に還元するなどと謳って消費者を誘引し契約を締結させるような取引方法でございます。これによって大きな消費者被害が発生することについては極めて問題であると考えております。こういった悪質な販売予託商法の特徴といたしましては、消費者から商品を預かって商品を運用していると称しながら実際には運用していないなど、消費者への虚偽の説明や勧誘を通じて高額の物品等を購入させたり高額の負担を消費者にさせて悪質事業者が不当な利益を得る取引であることにあると考えております。竹村伸久君ありがとうございます。今の中で債権の裏付けとなる資産がない、この点がやはり消費者被害を回復できない大きな特徴なのかなというふうに指摘をしたいというふうに思います。続きましてこうしたいわゆる悪徳な販売予託商法に対する法規制の現状についてお伺いをいたします。小林審議官お答えいたします。いわゆる悪質な販売予託商法に対しましては予託法や特定商取引法に違反する事実が認められた場合には消費者庁において法と証拠に基づき厳正に対処しております。例えば特定商取引法におきましては勧誘時の不実告知や重要事実の不告知は連鎖販売取引や訪問販売等の取引類型における禁止事項とされておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となりうるものでございます。竹村伸久君ありがとうございました。今予託法と特定商取引法という2つの法律を例としていただきました。まずこうした悪質な販売予託商法につきまして予託法の適用それから執行を行う場合の限界についてお答えをいただきたいと思います。小林審議官お答えいたします。予託法では指定商品制を取っておりまして政令で定める物品以外を販売し預かっている場合には適用されないという見解があると、そういうそのような指摘を受けることがございます。これに対しましては機動的に政令に商品を追加するなど対処しておりまして例えばジャパンライフの行政処分につながっているところでございます。また消費者庁といたしましては消費者被害を防ぐ観点から可能な限り迅速な対応に努めておりますが事実認定を行った上で行政処分を行うにあたりましては一定の時間を要するという面側面はございます。竹村伸久君ありがとうございました。予託法における指定商品制ということでこれにつきましては指定商品を追加するということでご対応いただいたということでありますが、やはり行政処分を行うまでの一定の時間を要するこうした限界があるということであります。続きまして今度は特定商取引法これにつきましての適用または執行を行う場合の限界についてお答えください。小林審議官お答えします。
特定商取引法に反する事実が認められ、行政処分を行うにあたりましては、法と証拠に基づき、厳格に事実認定を行っているところでございます。消費者庁としましては、消費者被害を防ぐ観点から可能な限り迅速な対応に努めておりますが、まあ、事実認定を行った上で行政処分を行うということにあたりましては、一定の時間を要するという側面がございます。消費者庁としましては、執行能力の向上を図っているところでございまして、引き続き迅速かつ適切に対応してまいります。竹村信秀君。はい、ありがとうございました。特定商取引法におきましても、この適用執行については行政処分を行うまでの一定の時間を要するということで、同じようにこの間にこうした時間が経過をしている間にも被害者の方がどんどん増えていく、そういう状況にあるのではないかなというふうに思います。さて、消費者庁および消費者委員会設置法、この中では不足の中でこうした被害者救済のための制度を検討せよという、そうした規定があります。この検討状況につきましてお伺いをいたします。坂田審議官。お答えいたします。ただいま委員からご指摘のありました不足に基づきまして、消費者被害のための制度について検討し、必要な措置を講じてきております。平成25年12月には内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が相当多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な回復を可能とすることを内容とする消費者裁判手続き特例法が成立いたしまして、平成28年10月から施行されております。施行後4事業者に対し訴えが提起されているところでございます。この制度におきましては、加害事業者の財産の隠匿または散逸の防止策として仮差し押さえをすることも可能となっております。また平成29年10月には仮差し押さえを実効的に行うことができるようにするため、国民生活センター法等を改正いたしまして、特定適格消費者団体に代わって独立行政法人国民生活センターが仮差し押さえに必要となる率担保を行うことを可能とする制度を整備したところでございます。なおジャパンライフのような事例につきましては、本制度上の仮差し押さえをすることによって一定の被害の回復を図ることができることもあると考えられますが、すでに倒産してしまった事業者との関係では破産手続き等の倒産処理手続きにおいて処理されると承知しております。また平成26年11月に成立いたしました改正景品表示法によりまして、景品表示法に違反する不当表示を行った事業者に対して経済的不利益を課す課徴金制度や、事業者が自発的に返金をした場合に課徴金額を減額する等の制度が導入され、平成28年4月から施行されております。竹村信秀君。はい、ありがとうございました。今のご指摘の中で消費者裁判手続き特例法、これが成立をし、もうすでに施行されている、すでに4事業者に対して訴えが提起をされているということでした。これは一歩前進であるというふうに思います。しかしながらジャパンライフのようにすでに倒産をしている、そうした事業者の関係ではこうした制度は使えない、ということであります。さて、消費者委員会の権利の中で犯罪収益の没収を制度化すべき、ということが書かれております。こうしたご提言につきまして、どのようにお考えをなさっているのかお伺いをいたします。小林審議官。お答えいたします。いわゆる悪質な販売予託商法は、消費者被害が大きくなりやすい悪質な取引法でございまして、消費者庁としても実効的な法制度や法執行のあり方を常に検討しなければならないという問題意識を有しております。そのような問題意識から、例えば罰則強化という観点からは、平成28年の特定商取引法改正におきまして、不実告知等に対する法人への罰金を300万円から1億円以下に引き上げたり、また被害救済を図るために消費者裁判手続き特例法が成立施行されているところでございます。今後も消費者被害の拡大等を防止するために、実効的な法制度や法執行のあり方を検討してまいります。竹村信秀君。はい、ありがとうございました。消費者庁としても実効的な法制度や法執行のあり方を常に検討しなければならない、そういう問題意識は持っていただいているということでありまして、それは我々委員と、
認識を同じにするところなんだというふうに思います。これまで、事後規制について、現状も事後規制なんですが、事後規制についていろいろとお伺いをいたしましたが、私はやっぱりこの被害者というものを、特にお年寄りであるとか判断能力がなかなかついていかない方々に対しては、ある程度の事前規制もやむを得ないのかなという問題意識を持っております。そこでお伺いをいたします。参入規制等の事前規制を行うことについての見解をお伺いをいたします。小林審議官。お答えいたします。消費者委員会が8月30日に公表されたいわゆる販売オタク商法に関する消費者問題についての建議と、同時に公表されました消費者委員会の意見では、販売オタク商法を行う事業者への参入規制の導入を検討を行うこととされております。参入規制を導入した場合、いわゆる販売オタク商法を行う事業者の実態を、ある程度把握することができるという指摘がある一方で、違反者に対する制裁は行政処分が中心となり、現行法令に基づく行政処分と変わらないこと、あるいは悪質な販売オタク商法を行うような事業者は、届出によりまして、消費者庁届出済みなどと名乗り、広告宣伝を行うことで逆に消費者被害を増長させてしまう懸念も大きいことなどが考えられるところでございます。さらに仮に参入規制を導入するという場合におきましては規制のための規制のために膨大な行政コストがかかる中で、費用対効果を十二分に考慮する必要があるということでございまして、いずれにせよ慎重な検討が必要であると考えているところでございます。竹村君。はい、ありがとうございました。参入規制を導入する場合のメリット、デメリットについてお答えをいただきました。しかしながら物事は実態把握をしなければ何も始まりません。そういう意味では、少なくとも届出制にしない限りは、被害が出て初めて、そういった事業者がいるということをつかむだけでは私は不十分であるというふうに思います。それからデメリットのところで、規制のために膨大なコストが必要であるということを お答えいただきました。これはまさに事後の規制から事前の規制を導入するということは、まさに大きな制度の転換であって、これは政治判断だというふうに思います。膨大なコストがかかるというのであれば、そのコストを示していただいてその上で政治判断を政務の方々や我々立法府で行うというのが筋であるというふうに思います。これは消費者委員会から提言がなされているということですので、それに対して膨大なコストがかかるというふうにおっしゃるのであれば、今後やっぱりコストを明確に示していただきたいというふうに思います。それから全国の相談窓口体制の強化についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。これ大臣からぜひお答えをいただきたいというふうに思いますが、滋賀県野洲市ではさまざまな先進的な取り組みを行っておられまして、成果も上げておられるというふうに聞いております。こうした滋賀県野洲市の事例と成果、それから全国の相談窓口体制の強化についてご見解をお伺いいたします。江藤国務大臣。滋賀県野洲市においては、消費者安全を定められている消費者庁からの情報提供の規定も活用し、消費生活上特に配慮を要する消費者の情報を整理したり、見守りリストを作成し、実効的な見守り活動が行われています。実効的な見守り活動が行われている背景には、生活困窮者支援の過程において積み重ねてきた担当官の連携を主軸として、消費者部局と福祉部局等が連携して協議会を構築し、見守り等の活動を実施していること等が挙げられます。具体的に野津市では民生委員等と連携した見守り活動を行っており、架空請求はがきに騙され相手方と連絡を取ってしまった後で、高齢者から民生委員に相談があった際に、民生委員が消費生活センターへの相談をつなげ、未遂で被害を止めることができたという取り組みの成果も上がっています。また安市では同規模の他の自治体よりも
多い年間1000件を超える相談件数を受け付けたりしており、被害救済金額は平成22年度以降の9年間で4億円を超えるなど、消費生活センターが地域で大きな役割を果たしていると聞いています。こうした SC の取り組みは全国の自治体での取り組みを促す際に大変参考となるものであることから、さまざまな機会を通じて紹介し、全国の相談窓口体制の強化につなげてまいりたいと思っています。このような見守り活動について今我々も大いに検討しているところでございます。竹村君。大臣ありがとうございました。ぜひこうしたいい事例を全国に展開をしていただきたいというふうに思います。続きまして話題は変わりますが、ブラック差別についてお伺いをいたします。ブラック差別解消推進法臨立法で平成28年12月9日に施行をされています。もうすでに3年近くが経過するわけでありますが、悪質なネット上での事案が後を絶ちません。法務省では人権擁護機関からプロバイダーなどに対する削除要請という取り組みをしているところでございます。また昨年12月に発出した通知に基づいて、ブラック差別の特殊性を踏まえた新たな運用を開始をしておられます。他方で海外サイトに対する対応が大変難しいということも聞いております。このようなサイトへの削除要請の運用におけるアイロとそれに対する取り組みについてはどのようなものなのか、お伺いをいたします。法務省山内大臣官房審議官。お答えいたします。法務省の人権擁護機関では関係行政機関からの通報などによってインターネット上に特定の地域を同和地区であると指摘するなどの情報を認知した場合には、その情報の削除をプロバイダーなどに要請するなどしておりまして、このような取り組みを、さらに推進するためにご指摘のとおり、昨年12月に発出した通知によりまして、ブラック差別の特性を踏まえて、立憲処理の考え方を整理いたしまして、適切な対応に努めているところでありますが、まさに委員ご指摘のとおり、海外サイトを使ってインターネット上に掲載されているものの、削除を求めるにあたりまして、さまざまなアイロがございます。具体的に申しますと、例えば、そのサイトが海外サイトである場合に、複数の海外事業者が関与している場合がございます。その場合に、どの、海外事業者が削除権限を有するのか、その特定がなかなか難しいということもあります。あるいはその海外事業者とのコミュニケーション、これの言語の問題もございます。また海外事業者に、そもそもブラック差別の問題をご理解していくということがなかなか難しい、困難であるということの事情もございます。法務省も人権擁護機関も苦労しているのが現状でございます。でもともと法務局の削除要請につきましては強制力のない任意の措置でございまして、このような愛路を解消するためには、プロバイダーなどのご理解を得ることが重要であることから、総務省とともに実務者検討会を開催いたしまして、海外事業者も含みまして通信関連事業者との意見交換を行っているところでございます。もとより海外サイトの利用が隠れ蓑になってはいけないということは当然のことでございますが、海外サイトを利用したものの削除についてはどのような方策が有効であるか、関係省庁関係機関団体とも協議するなどして引き続き検討してまいりたいと思います。竹村君。海外サイトにつきましては今おっしゃいましたように大変難しい課題がたくさんございますが、ぜひとも引き続きお取り組みをいただきたいというふうに思います。続きまして最後の質問になろうかと思いますが、探偵療法についてお聞きをしたいというふうに思います。警察庁さんに対してお聞きをしますが、2問事前通告をしていますが時間がありませんので、問い2の方についてお伺いをしたいというふうに思います。探偵療法につきましては平成18年5月臨立法で内閣委員会において成立をしているところであります。こうした探偵療法の中で立ち入り検査ということが規定をされていまして、各都道府県警において立ち入り検査がなされているところでございます。しかしながら立ち入り検査をした際にですね、所在不明となっている業者も多数あるというふうに聞いておりまして、届出制の中でこうした業者は廃業を命じる必要があると思われる業者も多々ありますが、探偵業者の適正な監督のためには警察庁として実態をまず把握する必要があるというふうに考えます。この点についてご見解をお伺いいたします。警察庁、田部長官官房審議官。
お答えいたします。探偵業につきましては、探偵業法に基づきまして都道府県警察において探偵業の業務の実態を把握し、業務の適正化を図るため必要に応じて立ち入り検査を実施しているところでございます。ご指摘の所在不明の業者につきましては、都道府県公安委員会に届け出ることなく、届け書に記載された営業所の所在地以外で営業を営んでいたり、探偵業を廃止していたりする変更届出義務違反等の可能性があるため、立ち入り検査等におきまして、こうした業者を認知した場合には、その所在確認のため、所要の調査等を行い、行政指導を行うほか、必要に応じて、行政処分や検挙措置を講じているところでございます。警察庁といたしましても、探偵業者の適正な監督を実施するため、探偵業者に対する法令遵守等に関する指導とともに、立ち入り検査等により、業務実態を把握することは重要であると認識しているところでございまして、今後とも各都道府県警察庁において、探偵業の適切な実態把握により、適正な指導監督が行われるよう指導を徹底してまいりたいと思っています。竹村君。はい、ありがとうございました。今私は警察庁に対して実態把握をお願いしますというふうに申し上げましたけれど、今の答弁は都道府県警察において、適正な指導監督が行われるよう、指導を徹底してまいりたいというお答えでした。私はぜひまずは実態把握をしていただく、そして問題意識を持っていただく、このことについてお願いをしまして、質疑を終わります。ありがとうございました。次に。